はい、えー。今回ですね、熟成さんからご質問いただいたので、えー、回答していきたいと思います。えー、数日前よりエラーが発生して、添付画面が出て動画のアップができないんです。これは何事かわかりますでしょうかちなみに全チャンネルがこの状態ですということで、いただいたこのやつがこんな感じの、えー、やつなんですけども、僕も結論わからないですね。 で僕が今まで、まあ、1僕1万3000本以上、まあ、限定公開も入れると2万本以上動画をアップロードしてきたんですけどこれ記憶はあんま最近ないですねもしかしたらあるかもあったかなまあ結構あるのがこれですね僕がよくあるのが昨日か一昨日もあったんですけど動画をアップロードしたけどしたけどずっと処理中になると。 で、これは原因としては、この原因としては、まあ、あの、YouTube のサーバーの問題とうか、うん、ちょっと混み合ってるとかね、まあ、いろんなあの説というか、いろいろ記事が書いてあるんですけど、これ結構ありますね。でも、今回のじ場合は、もうそもそもアップできないってことなので、うん、エラーが発生している。まあ、考えられる原因としては、 考えられる原因ですねうんと。考えられる原因としては、まあそもそも、そもそも YouTube の,のサーバーに、えー、ちょっと問題があると。あとは、えっ、ー、と、回線ですね。回線。回線をに問題があると。えー、動画、 うん、多分これかな。動画もアップできないのですが。うん。そう。例えばうん、スマホのアプリから動画をアップロードできるのかと。例えば僕も回線によって微妙。うん、まあ、こ、ここの出たのはちょっと記憶、今ない、うん。掘り起こしてないですけど、ないですけど。要は、えー、えー、なんだ。スマホ。なん僕はあの、 テザリングでその電波を変えたりするんですけど Wi-FiWi-FiWi-Fi wi wi スポットからアップできないけど、えー、てテザリング ?LTLTLT LT LT からアップしたらできた。 まあ、スマホですね。スマホ。スマホの LTE の、えー、なんだ、電波を使って、まあ、テザリングみたいなのをするんですけど、テザリングで合ってるよな。テザリング。うん。テザリングですね。まあ、こんなやつですね。はい、スマホの電波をパソコンに飛ばして、テザリングして、で、やると。 だから Wi-Fi でうまくアップロードできない場合は電波をそもそも変えちゃうっていう。で、このスマホのテザリングだと IP も全部変わるので間違いなく。で、その Wi-Fi の電波を変えるってなるとその IP とか変えるとモデムを全部再起動しないといけないとかあるじゃないですか。まあそ、それも昔やったことありますけどね。あの、IP 変えてみるとか。うん。さあのモデムの,あのルーターの再起動とかすると IP 変わったりとかしますので。 あとこのテザリングに関してもスマホの場合は電波の場合スマホの電波ってこの IP なんですけどスマホの IP これあの再起動する再起動するごとに変わると。 スマホの IP は再起動することに変わります。だから iPhone を一回消してまた再起動するともう IP 変わったりとかするので違う IP からアクセスしてみるとかまあそういうことを僕はやったりとかしてます。そのうまくいかない場合は。これは結構よく頻繁にやりますね。もう動画アップローチだとしたけどずっと処理中っていう。これはもう頻繁に起こりますね。 まあこれはもうサーバー本当にサーバーが混み合って処理なかなかできないっていう感じですかね。もう今回のやつはね、まあ、ちょっとそういうのとは違うと思いますので、うんまあ、スマホから動画、例えば簡単な、まずスマホから自分の YouTube のス、スマホのえ YouTube アプリにログインして、で、簡単なその1分とか2分とかのテスト動画を撮って、スマホで撮って、その1分とか2分の テスト動画をスマホからアップロードできるのかっていうのを試してみたらどうでしょうかもしそのスマホからその、えー、動画をアップロードできるんであるならばうーんネットの回線の問題かもしれないですよね自分の Wi-Fi の自分の Wi-Fi の回線の家の問題可能性はありますよね LTE からはアップロードできるけれども Wi-Fi からはアップロードできないとかね まあでもたまにあるんで、まあちょっとこれはいろいろ試してみてはいかがでしょうかというとこですね。はい。ということで、あとは、まあ YouTube さんに今聞いているみたいなこともちょっといただいたんですけども、あとはまあ YouTube さんに聞くしか、Google さんに聞くしかないかなと。で、ここの画像検索もしたんですけど、これのエラーが発生しましたっていうの記事があんまなかったんですよね。うん。 そう大体そのエラーが例えばそのよくある15分以上のなんかその動画、うん、なんかそのアカウントをちゃんと紐付けてないと15分いけないんですけどなんか5分それをなんかアップロードするとかなんか初歩的なことしか書いてなくて多分今回の質問はそういう感じじゃないですよねうんそうなんかこの制限ですよねこの あと、まあ、ファイルの、なんか、ファイル形式が違うってこともないと思うんで、まあ、こういう、初歩的ですよね。今までアップロードしてるわけですから、うん、そう。だから、そのアップロードエラーで調べて、いろいろ調べたんですけど、まあ、かなり初歩的で、今回の、エラー内容が書いてるのがちょっとこれ、これで、この画像検索もしてみたんですけど、この画像検索でも、な、なかったですね。 ま、あの、よくやるんですけども、えー、この画像検索で、えー、この画像検索ですね。要はこれでアップロードし、これと、なんか、サイトを運営してる人ってよく画像でこんな感じでエラーになりますみたいな出してるんですけど、これに似た画像が全く出てこないですよね。あ、あ、出てきたか。これ Twitter。あ、これ動画出てきたかな。名語か。うん。 このページを訳すうん日本ページがないっすねうんまあこれ YouTube やな多分。 あでもこれなんか出てきたかもしれないなこ,こ,これと同じですよね多分あこれかあこれかこれをじゃあなんて言ってんだ字幕で字幕の字幕の英語これ日本語ってできなかったっけな これで日本語でちょっと見てみましょうか <laughs> うん多分この映像絵面らすよね動画の準備中に向こうにする うんなるほど、なるほど。まあ今、ちょっと簡潔明瞭なんですけど、この、今、この外人の方があの読み取ると、その今って YouTube Studio になっているじゃないですか。で、ここの、うん、アップロードするときに、これ YouTube Studio だと無理な場合、この古い、古いですね、エディターから、え古いアップローダーに移動して、で、アップロードしたらいけたみたいな感じですね。うん。 これちょっとやってみたらどうですかね多分絵面が一緒なんで、はい。ここの古い、えー、やつですね。YouTube Studio じゃなくて、ここ対数して、ここから古いやつからアップロードするっていうところですね。うん。はい。まあちょっと、日本語は出てこないですけど、これでちょっと試してみたらいかがでしょうか。はい。ではですね、いただいた質問に対して回答させていただきました。ありがとうございます。